ゆきちゃん、ゆきちゃん、ゆきちゃん、ただいま。こんにちは、私はゆき。皆さんご機嫌いかが？私はね、今腹が減って死にそうなの。早くご飯出せってね、ご主人にね訴えてんだけどね、動画ばっかり回してね、全然ご飯くれないのよ。えんちゃん、うわっ、あぶねえ、あぶねえ、ほんまに、すぐ油断したらすぐ噛むんだ、ほんとに。うわっ、おお。今回はこのここにね、流しがあったんですよ、シンクが。で、こっちはね、和室です。まあ、ちょっと閉めますけどね。和室があって、で、こっちトイレね。こっちがあのお店の方ね。ちょっと位置関係が分かりづらいですけどね。で、それでここの壁をちょっと上の部分は残して、この白いタイルから下をね、全部抜いていこうと思います。でもね、今夜の8時37分なんで、あんまね、大きな音立てると近所迷惑じゃないですか。だからできるだけそーっとちょっとトライしてみたいと思います。もうどうしても大きな音が出そうだったら今回は諦めます。
とりあえずこんだけ破壊しました。とりあえずだいたい下半分破壊しました。ここはね、このタイルはね、やっぱりいくつかこう切れ目を作っていかないと剥がれないです。さすがに電動工具をね、さすがにもう9時も回ってね、電動工具使うのはちょっと近所迷惑なんでね。これも大概近所迷惑ですけどね。じゃあまあ今日はもう帰って寝ます。